い、切れた。なんで。はい、皆様、こんばんは。今日は2021年12月の15日ボギーチャンネル、今日ね大切な、会議がありましてちょっと遅れてしまいまして誠に、申し訳ありません。それと一つ言い忘れてたことがありまして、実は昨日12月14日、皆さんのアイドルである HK ゴスロリマンゴー仮面さんの運十運歳の誕生日ということでございまして、番組の中でね、ご紹介することを、もう完全に私失念しておりまして、マンゴー仮面さん本当にすいません。いつか、ね、また博多にわかのお面でもプレゼントするんでね、気を取り直していただきたいと思っております。さて、声の方はちゃんと届いていますかね。届いていればまた一言いただけると嬉しいかなと思います。さて、森の都さん、カタカナのハツさん、それからオキパイ愛好会埼玉出張所所長さん、江戸前あさり小僧さん、ホルスタインさん、こんばんわんこで、ございます。いや、しかし本当にね、今日、こういった感じでね、遅れてしまって本当に申し訳ないなと思っております。さて、今日のね、お話、ラプテンさんどうもこんばんは、んこでございます。声ちゃんと届いてますかね。はい、それから前田さんも今日もお見えになっております。前田さん、今日は数劇でしょうか、それとも、ビールを片手にお聞きでございますかね。南の島沖縄、今日もね、今18度ぐらいですかね。かなり冷えてるということでございまして、18度は冷えてるとは言わないとね、皆さん思ってるかもしれないんですが、沖縄では20度を切ればもう寒いということでございまして、人によるとジャンパーつけたりね、12、3度だとコートをつける人も現れる始末でございます。もちろん私20度切るとファンヒーターの電源を入れております。さて誰ですか。彼女いない歴40運年って書いているのは水曜チュラチュラ作戦さんでございまして、あららら、らこれ書いちゃうと本人発狂しないかななんて思いますけど、今日は本人にね、これとない誕生日プレゼント私、文字でプレゼントしてますんでね、多分大発狂してるんじゃないですかね。はい、ヒントとしてオレンジ瓦というね、キーワードで彼はすごい最近嬉しいことがあったみたいです。はい、セイラさん、さっきまでキレキレだったということで、今大丈夫ですかね。ちゃんと配信できてれば嬉しいかなと思っております。はい、それからコシさんの方からもクラッカー連発でいただいております。はい、島らっきょうスムージーもですね。さて、今日のテーマ。はい、前置きは長くなりましたが、NHK にやられた屋良朝比郎さんということでございまして、ね、NHK にやられた屋良朝比郎さん。さて、一体これは何でございましょうかというと、実はですね、笑っちゃう話があるんですよ。本当に笑っちゃうというか、これなんですけどね、皆さんにまずはお見せしたいと思います。はい。これ実は屋良朝比郎さんのね、確か昨日か一昨日のツイートなんですけど、辺野古のね、ゲート前に平日行って、平日なのに集まっているね、ジジババの皆さん相手に思いっきり演説をぶったということでございます。はい、今現在必要な土砂の、はい、わずか 8% しか運んでいないということで、ね。この白砂の海岸に土砂が投入されて昨日で3年今現在必要な土砂量のわずか 8% しか運んでいないと。1年で 2.7% だから、あと37年かけてもこの工事は終わらないというふうに本人は言っているんですよ。
土砂の 8.7% しか運んでいないというのが彼の主張なんですよね。まあ確かに3年前、この辺野古の埋め立ては始まったんですが、まあ確かに当時はね、はい、当時こういう感じでございます。3年前。ね、護岸を作って海を囲っただけで陸地というのはほとんどない状態です。はい。ほとんどない状態がこの3年前。まあ、やらさんの言うね、8.何%っていうのは確かにこれを見れば、うん、うんとうなずく、まあ、レベルだというふうにね、私は思っております。続きまして、はい。1年後。土砂を投入して1年後、このような状態になりました。さて皆さんこれを見て 8% と思いますか？それ以上だと思いますか？ということなんですよね。まあ実際にはこれの他に、上の方にもっと埋め立て地を伸ばす予定がありますが、それでもこれが 8% に見えますか皆さん。はい。ラプテンさん。この時点で 8% じゃないほど進んでいるように見えるということでございます。みんなの神様さん、それって妨害のせい、そうですね。まあ妨害をして彼らは工事を邪魔してるつもりなんですよ。ところが、まあ、ね、ある政府関係者、ちょっと、やはり、具体的なお名前は出せません。ね。この沖縄の基地活動家が警察に逮捕、なかなかされないのは、実は、あえて逮捕しないで、ね、やりたい放題させることによって、彼らの、いわゆる、不満の吐け口をそこに消化させているというお話をね、私は受けたまっているんですよ。まあでもそれってね、政府からすれば、工事を進めるためにね、あえて、まあそのように放置してるっていうことらしいんですけど、それによってやっぱり妨害される沖縄の業者、ね、トラックの運転手さん、警備会社のね、隊員さんなんか、たまったもんじゃないな、なんてね、私思っております。では、投入3年後、現在の様子を皆様にお見せしたいと思います。これでございます。トン。はい、皆さんどうでございましょうか。工事が始まって3年経っても 8% の土砂しか運んでいないというのがこの現状でございますが、これって8% に皆さん見えますか？どうです？ 8%。 はい、あとは今上の方にね、右上の方、はい、皆さんどうも復活いたしました。近くに多分ね、昨日私がバースデーメッセージを読み上げなかったんで、多分近くをうろうろしてる方がいるのかななんて思っておりますが、さて先ほどの話の続きでございます。まあね、このように、NHK さんがなんと夕方のニュースで3年でここまで進みましたっていうことをね、暴露してしまったんですよね。まあ今までね、こういった、ニュースっていうのはなかなか流さなかったんですけど、とうとう NHK さんが流してしまったんですよね。まあこういった中で、やらさん、まあ沖さやの前でね、思いっきり 8% しか、進んでいないっていうことで、ね、喧伝をした。まあみんなの前で思いっきり言っちゃったらしいんですよ。これがまあその時の姿でなんですけどね。はい。これがいわゆる辺野古の違法テントの前で、皆さんのおかげで辺野古には計画の 8% の土砂しか運ばれていません。この調子で工事が進めばあと30年以上かかりますっていうことで、みんなを大喜びさせたんですよね。まあ、つまり、この滑走路はあと30年以上できないんだと。まあ、そこにいる方々のほとんどはあと30年
頑張れるかどうか分かんないような人が多いと思うんですけど、ね、事実を知らない人たちに対してこのように、思いっきりマイクを持って不意調した屋良朝宏さん、まあ同じ日の NHK ニュースで流れた姿、3年後のね現在の姿が、まあこのような、はい、写真が流されまして、まあこれを見てね 3% だと思う人は誰もいないのではないかと思っております。まあつまり、こういったオール沖縄ね、革新系の政治家の還元に乗って、それに乗せられて大発狂をする人たちというのはやはり、ネットなどを見ず、新聞のみをね辛抱する、まあ、情報弱者なのかななんて私思っております。まあですからこういった現実っていうのをぜひね、こういった活動に参加しているおじいちゃんおばあちゃんがいる若者たちがいたらですね、おばあちゃん 8% なんかじゃないよ、もうこんだけ進んでるんだよ、もうバカなことやめてね、私たち孫と遊んでよとかね、はい、みんな友達でゲートボールしに行こうとかね、そういった風に有意義な老後を送るような、やはりねご中心をしていただければいいなと思っております。まあ反基地の政治家やねマスコミに踊らされて毎日眉間にシワを寄せてカッカカッカするより、孫やね友人に囲まれてで穏やかな老後を過ごす方がやはり精神衛生上身体的にも私はやはりプラスになり、この沖縄の平均寿命を伸ばすことに、つながるのではないかなというふうにね思っております。はい、ということで今ねちょっと車で移動しながら喋ってるんで電波がちょっと不安定でね、ご迷惑をおかけしましたが、今日はこのNHK にやられた屋良朝宏さんという、ね、タイトルでお話をさせていただきました。まあ、マスコミも一枚板ではないということをね、今回のこのニュースでは、まあ、あらわになったかなと思いますが、やはりマスコミの中にも事実をきちんと伝えねばというね、真っ当なやはり、マスコミとしての矜持を持った方が、存在していることは私は心から嬉しく思います。いつしかこういった人たちがマスコミの中枢を占めれば、まさにマスコミは、国民に、きちんとした正確な情報を伝えるツールとして、復権できるのではと思っております。ぜひ琉球新報、沖縄タイムス、そして、琉球朝日放送をはじめ沖縄のメディアの皆さん、まあ私の言ってることをね、はい、うるさいなぁと思わずに、いつかやはりそう言ってたなっていうことで思い出して、やはり変更ではなく公正中立な報道をし、判断はメディアではなく県民視聴者にしていただくというマスコミ本来の姿に戻っていただけることを切に願っております。ということで本日のボギーチャンネル、これにて終了させていただきます。ちょっとロケーションが悪いようなんでね、はい、ご迷惑をおかけしました。明日はさすがにちゃんとできると思いますんで、皆さんまた楽しみにしていただきたいと思います。では皆様、明日はいまたお会いしたいと思います。ブリさんどうもありがとうございます。ラプテンさん、ハチさん、サトシさん、はい、コウスケさん、本当に皆さんの応援が励みになっております。それとぜひね HK 仮面さんへのバースデーメッセージ、明日にでもまた送っていただければと思っております。では皆様、明日お会いしたいと思います。ありがとうございました。